この番組は楽しさ、遊びやすさ、笑顔をお届け、マックススロットジークの提供でお送りします。はい、ということでこれから後半戦始めたいと思うんですが、まあ、前半はケージあまり調子がよろしくなくて、今のところ投資が23,000円、今ね288のチャンスゾーン抜けちゃったのでどうしようかなとは思ったんですけど、やはりこの台続けて打っていこうと思いますので、まずは23,000円をゲットして、できればプラス収支で終われるように頑張りたいと思いますので、後半も皆さんよろしくお願いします。それでは続けていこうと思います今のところハマっても360近辺なので、ちょっとそこまでは打ちます。スイカ、お、チャンス、あ、これ入りましたね、いいですね。え、あ、しかもそうだ、緑がいるってことは20%、これここでお願い、あー 20% ではないのか、ここが 20% って書いてるけど、わー、ちょっと悔しい、大チャンスが。じゃあこのケージのオーラの色で、あ、ここでチェリーが引けたってことは次の、あ、オーラが赤ですよ、ほら、え、じゃこれってどっちの、え、この方なのか、はい、おおお、やったやった、やっぱり300ちょいですよね。後半は幸先がよろしいです。ああ、ちょうど50枚でした。シュラ30、お、これはチャンス、多分あの後期は揃うってことですね。ちょっと今あと熱いですよ、チャンスチャンス、待って、こっち、お、チャンス、よし、やりました、はあ、この調子、この調子、そうですね、ちょっとレア役あんまり出ないから、うん、そうですね、赤7のカットインをちょっと来てほしいけど、そしたら天部の可能性も、お、レア役いいよ、でも弱チェなのよね、やっぱ弱チェは弱いですよね、弱チェだ、お、たまりました、たまだけに、
やりました。中だ、左だ、右だ、中だ、右だ、左だ。そうですよね。てか全然なんか、お、キョウチェいつ来るの？今でしょ。いや突破しました。これでもう突破というか城を見つけたので、もうおしかも突破するんだ。おかっこいい。あお行きました。やりました。ちょっと乗ってきてますね、これ。このおあ、これです。もう一個、あ弱い。 3ステップまであるんで、まあそうですよね、捨てるとか出ちゃえです。はい、赤まで行ってくれたら大チャンスなんですけど、盛り上がりましたね。ちょっといろいろ見させてくれてますよ今。ちょっと弱いね。神楽弱いんですよ。やっぱなかなか、残念。左だ。うん、でもまだこのチャンスが、歌舞伎玉チャンス。これ途中キャンセル時は獲得ゲーム数に影響がありますけど、ちゃんとした方がいいんです。ダメなんだ、こう流しちゃ。おレブ、あ、そっか、これで、そっか、終わった。よしよし、左だ、いいですよ、コツコツ。こっちこっち行きましょう。中だ、右だ、左だ、やりました。ありがとうございます。右だ、左だ。おなんか今引きましたっけ。右だ、でもね、まだね、あれだからね。もう1回1回のプッシュボタンで抽選してるので、大事に、あそこは。あ !444 333 444これが33ゲームってことしてた。この次のあたりがちょっと早い段階で欲しいですよね。そしたらちょっと、やっぱ設定、私の推測では低設定です。低設定っていうか分かんない、でも2か3だな。まあ奇数と偶数がちょっと一緒っていうのもおかしいですけど、うん、でも2とかかな。ぴったり128です。わえー、うん、128を超えちゃいました。
してくださいよ。いや、わかんない、大丈夫。3ステップとかで、あ、こっちよ、わかるでしょう。ほら、あ、いいいい、歌舞伎ごめん。あ、復活、復活というか、あの、発展しました。誰もキセル出てるので、おいでよ、よし。あ、でも、ん？そうですね、280ナイスの値でした。ありがとうございます。そうですね、悪くはないですね。厳しいな。そうか、ちょっとたたな、アラシステムこれちょろん。優しくね、アラシステム。あー、何も起きず。そうか、うわあ、でもまた赤もんですね。ちょっと天国そうですね、ちょっと買ってくれるといいんですけど、ほんと天国だったらありがたいな。もうさすがに今の単発はきついかな。いけるんじゃない、ほら、やっぱり赤オーラだったので、よっしゃーって書いてある、よっしゃー。とりあえず、お、また赤ですね。まだまだ可能性はあります。ありがとうございます。43ゲームでまたまた、お願いします。いや、選べてない。厳しくなってきましたね、このペース。ちょっともう一回、もう一回どうにか。お、あ、いいのか、もう一回できたんだ。お、歌舞伎ゾーン、歌舞伎ゾーン、歌舞伎ゾーンか。歌舞伎ブレイクじゃないのか。歌舞伎、お、始まっちゃいました。もう一回行きましょう。ためとこ、赤まで。お、
ンボ。冗談じゃねえぞこの野郎。わあ、意外に高設定。私の引きの問題。だからなんかもうちょっと来てほしいな。お、これはちょっとしげね、次回期待しましょうか。もう次のあたりが待ち遠しくてしょうがないです。はい、ワクワクしちゃってます。そっちじゃないんだよ。お、でも極みですよ。極み？極め？でも熱いです。これはもう大チャンス、大チャンスですよ。だって普通のやつと違うんですよ。そうですね、これで。大きい。このクスが。やりました。一挙にいい当たりしだしてますね。問題は AP なんですよ。そうですね、ちょっと左だ、右だ、うん、左だ、右だ、後ろでお願いします。あー、やっぱ選手だ。30、どうにか流れを変えてもらいたいんですけど。お、チャンス。でもここやっぱ赤いですよ。私、キセルの音だったから。ありがとうございます。久々のボーナス、よかった。これで命拾いした。あとちょっとだったから。お、レア役か。お、スイカ、チャンスメカ。中だ、左だ、右だ、右だ、そうですね、全部見せたい。
チャンス。どうして赤まで行ってくれない。お、その通り。そしてここは行かないと。もう一回、もう一回。お願いします。お、縄文。お、チャンス。お、やばい、熱い。ダブル、嘘。来てる来てる来てる。あめっちゃ一番熱いんですよ、ダブルでこう来んのって。なんてこった。あれ、2セットです。2セットってか、普通に2回。右だ左だ。もう何になっちゃってんのよ。左だ右だ。私もう左だ、中だ。お、縄文。お、赤い、しかも。あ、弱い。なんだよ、なんだ。困ったもんです。どうしたらいいの。こりゃたけしさん曰くやってくれたな。やってくれたな、うん、ってことで128回で回ってしまいました。いや、もうね、正直出せないんですよ。それ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 。お疲れ様です。本日の実践終了しました。お付き合いありがとうございます皆さん。そんな感じで本日の結果なんですが、こちらです。ダダン、見えますでしょうか。77枚、とてもいい数字でございます。まあ本日投資がですね、2万3000円使ったんですけど、まあ、朝から狙ってたケージにはしっかり座れてめちゃめちゃ面白かったんですよ。なので正直負けではあるんですけども、気持ち的には全然今日はすっきりしてます。途中ね、後半か、後半の時にすごい AT の初当たりが良くなったのでプラスにいけるかなって思ったんですが、まあまあまあ、そう甘くはいかずこのような結果になってしまいました。次回はまあプラスっていうね、欲はね置いといて、せめてトントン頑張りたいと思います。そしてそして、朝も言ったんですけれども、カミソロの公式ツイッターがありますので、随時これからも収録の時、それ以外の時もつぶやいていきますので、チェックの方お願いします。それでは皆さん、次回も楽しみにしててください。ありがとうございました。バイバーイ。